どこでしょう。見つけました。ガーディアン。成功です。生き返りました。一体どれほどあなたを探したことか。私はゴースト。これからはあなたのゴーストです。まあ、長いこと死んでいたのですから。理解できないことがたくさん出てくるでしょう。ここは危険です。彼らにやられてしまいます。シティに向かう必要があります。じっとしてください。心配しないで、一緒にいます。先を急ぎましょう。ここはフォールンの領域です。こんな目立つ場所にいては危険すぎます。中に入りましょう。はい、さあディスティニー初回やっていきましょう。まあ操作系は FPS と一緒ですね。一般的な FPS の操作。すげえジャンプするの。ジャンプがめっちゃ高いっす。これがジャンプ。L3 でダッシュ。また死ぬために蘇生させたのではありません。行きましょう。どこ行けんだ。違う。こうしましょう。フォールに見つかる前に武器を確保するのです。武器を見つける。何ボタンなんだろうあれ。これか。違う。詳細を見る。まあ、いいや。詳細を見る。まあいい、行きましょう。まっすぐ行けばいいんですね。静かに。敵がすぐ上にいます。マジか。敵がすぐ上にいますっていうことなんですけど、さっきムービーで出てたやつらですかね。武器はどこだい？なかった。やれやれ、ちょっとお待ちください。フォールの闇の中で力を発揮します。もっと光が必要ですね。明かりをつけられるか見ています。別に強化された軍事システム、そしてたった数世紀の私に支障を与えるエントロピー。おう、武器は。ライフルを見つけました。使ってください。使う。どれだ、どこだ。ライフルをくれ。どうだ、ライフルは。これか。使い方はわかります。使い方はわかんないですよ。だいたいわかります。だいたい。まあ一般的なFPS と一緒。今の何でしょう。おお、なんだ。ちょっとキルゾンっぽいですね。昔ながらの FPS って感じ。おっと、危ねえ。操作簡単ですね。感度はもうちょっと速くてもいいかもしれない。
次はこちら。敵の視点がちゃんと、ま、レーダーに映ってるんで、あ、いてててて、それを見ながらやると分かりやすいですね。はい、進みます。どんどん進みますよ。敵が撃ってくる方向がちゃんとマップに出るんですね、このゲームは。なんでこれ、アイテム回収。おお、なんか手に入れた特殊ウェポン。お、ライフルですね。ズームとかどうやってやるんだろう。次次、まあいいや。おお、何これ。触らないでください。しゃがむ、まるでしゃがむ。歩幅とかはないんですね。出てきこれ大丈夫か。なんかいた。今流行りの遮蔽物からちょこっと顔出すのはないですね。うっ、危ねえ。操作がなんかまだぎこちない。それ最初だからですかね。そのうち慣れるでしょ。もうね、ジャンプがね、すんげえふわっとしてるんですよね。これがなかなか慣れない。最初は慣れないかも。敵発見。飛ぶね。結構動くな。これ手ぶれがないんで、すんげえ当てやすい。強いな、このライフル。おお、この場所は思っていたよりもポールンだらけです。もう少し進みましょう。何か思ったほど操作はカジュアル系なので、スポーツ系なのでやりやすいですね。バトルフィールドとかとは違うので、あんまり反動とか気にせずにできるような感じのゲームですね。まあ、ゲームらしいゲームですね。リアル系ではない気がする。ここはかつてのコスモドロームです。各惑星や月に船を送り込んでました。お、戦車だ。脱出できる船があるはずです。まずい。なんだあれ、なんだあれ。何かワープしてきます。とりあえずここに隠れて様子を見よう。ポールの船です。なぜこんな地表近くに。なんてこった。突破してください。なんで。そんな無茶ぶりを。ん、これ弾がもうあんまりないぞ。狙われてる。出て出ていた。いて、なんだなんだあいつか。ジャンプがふわっとしてるの。いや、
これジャンプ高いんで、これをジャンプを利用するのが強いかもしれないですね、最初。すんげえジャンプ高い。ゴリ押し。いいよ。いいよ。おお、こいつ強かった。出て出て。あ、やばい。体力がない。ちょっと突っ込みすぎました。やばい。体力回復は どうすんだどうすんだ。体力回復がわからん。勝手に回復する系かな。おっと、こんなとこに。古い船の信号を確認。近接強いな。アップグレード解除。オプションでキャラクター画面を開き、スキルを一つ強化。オプション。お、スキル式でレベル式なんですね。これなんだ。ガンスリンガー、ハンター、サブクラス。完璧なショットに命をかける一匹狼。かっこいい。三角で強化できる。敵を炎上させ、追加の、時間経過ダメージを与える爆発グレネード。L1 に割り当て。あ、こうやってアンロックしていくんですね。ダブルジャンプとかあるよ、これ。結構面白そうだな。これをじゃあとりあえずアンロックしましょう。ここら辺もなんか成長していくんですね、多分。何機器って。万能シェル。トラベラーから生まれ、機械と光で作られたゴーストは、パートナー兼信用できるガイド。まあ、この人がガイド役なんですね。この機械が。エンブレム。なんかよくわからん。謎のシステムも結構あるんですね。これが今持ってる武器だ。これ何もできない。うん、アーマーとかもあるんですね、防御力とかも。まあ、やっていきましょう。今ちょっとグレネードを解放したので、次使ってみますか。あ、いた。こいつ強い。この手が4本あるやつ強かったっすよね。外した。外した。痛い痛い痛い。これだ。今こそ。ああ、そうやって投げんのか。なんかスキルの使い方がいまいちわからん。チャージ式なんですね。おっと。なんか取った。アイテムの詳細がよくわからん。船です。敵を排除してください。なんか敵もグレネードを投げてきますよ。間違えた。えい。飛行型ドローンみたいなやつが厄介だ。
か、バリア張ってますあいつ。バリア張ってる。こいつをこれで殺して。危ね。うん。ヘッドショットか今の。いて、まだいた。まだ一匹いる。あら。ここから脱出できるかやってみます。どこに、あ、これで終わりか。とりあえずは。まだ初期装備なんで貧相ですねなんか。ずっとここにあります。何世紀も動いておりません。宇宙船だ。スターウォーズで出てきたことがあるような。ホールに猫巣に荒らされていなくてよかった。飛べるのか問題ありません。喋ったぞ。なんか喋るんだね。いきなり主人公喋りましたね。なるほどね。これで飛んでいろんな星へ行けるようになるわけですね。こっからがオンラインの始まりなのかな。 OK、 軌道突破は無理ですね。シティまでは飛べるはずです。 OK、 シティまで飛んでいこう。このトランスマットはなんか来た。強そう。強そうなの来たぞ。お、コクピットに転送されてなんとかピンチを脱出したような感じ。準備をしてから帰還しましょう。あれ誰だ。これ誰だ。これが俺か。はい、まあ今回はここまでで終了させておきましょう。次回はですね、バトルフィールドの動画の方もやってるんですけど、そっちで一緒にやってるうちゃさんもちょっと誘って、やってみたいと思います。それでは次回のディスティニーの動画でお会いしましょう。それではさよなら。お疲れさんでした。